いやだけど私思ったんですけど、はい、あくまで私はお母さんじゃないし、あ別にただの女の子だし、まあ、だなんで私がそこまでしてあげなきゃいけないのかなっていう。こんにちは、札幌占い美容室早ぼかしの後藤です。髪が広がるのが気になるので量をちょっと取りたいんですね。はい、もうブリーチしてあるのでこれにバレアージュみたいな感じに逆メッシュみたいな感じにちょっと中に黒いのを入れて頭ちょっと小さくしていきたいなと思ってます。使うのは T3 セニングを使って、ラインをね出ないライン出ないやつでやります。結構量ありますね。そうなんですよね。いや絶対そうでしょ。本当に本当すか。もうドーンってなって、はい、どうなったの。待ってどうしようと思って頭真っ白になっちゃって、はあ、で、まあなるよね、まあその場では泣かなかったけど、はい、その場では泣かそうだね。そう、その場では泣かなくて、でもなんか大丈夫ですかって言いに行って、うん、タクシー会社にして君の態度何みたいな言われて、待ってこれさ大丈夫この内容。別にいいですよ。とかもなんか、うん、そのタクシーのおじさんすごい態度悪かったから本当に、うん、そうですね、なんか言ってましたよね。うん、なんかありましたね、確かに。そういう契約を結んだ上で、はい、その派遣会社を利用するみたいな感じがあるんですって。あちょっと耳後ろのね重さが多いんでちょっとここだけあの R2 セニングで体動かした方が、あ、なるほどね、動かさなきゃ。あ、そうかそうか、なんか食べても太んないみたいなタイプじゃないから、うん、食べたら太んの、食べたものがちゃんと脂肪になるタイプだと思うんで。うんうんうん。転職は介護しかない。うちでちょっとエステやれば。エステ。エステ業務あのヘッドセットとか資格ないですもん。いや、資格なくてもエステ業務は大丈夫。脱毛とかね、そういう資格つけ、いやそういう手に職をつけるみたいな、うん、面白いと思って。そうだ、ね、でなんか面接行ったら、うん、私が見つけたところは、うん、今回はスローのみで、はい、スローカラーのピーク大きさは 1.5% で、こちらは根元の方に使いたい、これを1対1っていうだけ、すごいシンプルです。以前ね批判的な部分も僕あったんですけど、やはり綺麗になるっていうところが一番大きいので。7キロ太りました。マジで、はい、で今何キロあるの。さすが言わない。それ言わない。結構言いそうだったけど、ね、いや言わないですよ。さすがそれは言わないんだ。言わない。あそういうところはね、うん、女の子ですから。そこはね。でも、まあ、試合後入しても5キロは確実に増えました。5キロってかなんかよく変動してるうちの5キロだけど、はいはい、ちょっと今結構やばい。とりあえず働かないといけないっていう、 もう罪悪感というか、うん、そこまではいかないと思います。占いブースがもうすでにあるので、会計がそこなんですよ。会計ブース作らなかったけど占いブース作ったんですね。気の持ちようですよね、きっときっと。俺はそう思うな。だって私イブ飲んだら頭痛いの治ると思ってますもん。それもなんか気の持ちようだと思ってます。もうレッドブル飲んだらテンション高くなると思う。そう、なんか気持ちですよね。ほんとそうそうそう、気持ち。気使ったりするの。いや使わないんですよ私、うん、なのに確かに使わなかった。確かにってどういうことですか。いや使わないです絶対。いや使わないのがいいことだったはずなのに、うん、なんか、うん、今で寝ちゃいました。うん、じゃあそういう時 に寝かしといてあげようって思うのは、うん、優しさなのか、うん、なんか起こしたら、うん、なんか怒られるかなとか、起こしたら、うん、なんか起こすのは悪いことなの、なんか起こしたらまたなんか嫌な感じで言われるかなとかって結局気使って起こさないのか、うんうん、みたいな。あなんか結構考えんだね。いや考えてるんです。だからマジ私すごく考える子なんです。へえ、こう見えて。そうなんだ。はい、残念ながらそう見えない。めっちゃ考えてるんです。そうなんだ。そうなんですよ、はあ、だから、はあ、なんかめちゃくちゃ今で寝られてるのすごいイライラするんですよね、うん、で寝てるから私も一人でご飯作って一人で先に食べて残ったのラップして置いといて。あ、それはちょっとやばいね。それで、うん、もう結局なんか起こしたらあれだなと思うから。あ、じゃあご飯も食べないってこと。
で結局なんか1時ぐらいに起きてご飯一人で食って寝てました。私はもう全部お風呂とか入って全部済まして一人で先におやすみって言って寝て、うん、終わり。なんかまあでも風邪ひくかもしれないからそこはさ起こしてあげるのも一つかな。起こして起きないって言われますもん。起こしうんって起きないまだ寝るって言われて、うん、あもうちょっと寝たいと。そうなんかこの間は、うん、寝ちゃった時はお風呂入ってなくてご飯を食べたけど、うん、なんかお風呂入ってない状態 で、うん、でここでもううち寝るよって言って寝ないのって言ったらいやお風呂入ってないっていうか明日入んなって言って、うんうん、していや歯磨いてないっていうかじゃあ歯磨き持って歯磨きだって歯磨き持ってきてあげるよって言って歯磨き優しい持ってってあげたけど、うん、なんかその時は、うん、ああもう優しい自分と思いながら優しいですねやってあげたんですよ優しく、うん、だけど、うん、昨日はイライラしてるからその寝てる人に対してその優しさには優しくできなかったんですよ。そっかまたお前寝てんのかっていうさ、なんかさいい加減にしろよっていう気持ちが持って寝るの好きだねすごい寝るんだよ。いや本当ですよね、うん、なんか一緒にいたら気使うって言われたんですよね。え彼氏ね。そう同棲してから気使うって何よって話じゃない。気使うってのは何そのご飯の時間を決められちゃうからとかそういうことですか。えなんか生活を共にしてて気を使うって言われた。まあ多少なりともは使えますけどね。ですよね。はいだって他人が生活してるわけですからね、うんそこは気を使うんじゃないですか。なんかそれを言われたら気を使わせないようにどうしようってこっちが逆に気を使うじゃないですか。うんうんうん。もうなんかそれが毎日で日課で気を使わない人生から気を使う人生に変わってしまったんですよ私は。そういうことか。いやだけど私思ったんですけど、はい、あくまで私はお母さんじゃないし別にただの女の子だし、うん、なんで私がそこまでしてあげなきゃいけないのかなっていう、うんうん、で母親とかそうだ、ね、奥さんとかだったら作るのが仕事だと思うけど、うんうんそうね、でも私そんなんじゃないただの彼女だしたまたま一緒に住んでるだけの女の子だし、うんうんうん、なんか確かに別になんか感謝されて当然だよなって思ったんですよね。ああ、そっかそっかそれはわかる。うん、うんうんうん確かにだからって別に感謝してきてないわけじゃないんですけど、うんうんうん、なるほどね。なんかそこまで私なんか居心地のいい空間をあえめっちゃ気使ってないダメじゃんしたらそうなんですよだから気使えてるかはどうか別としてる今で寝ててもさそーっとさ毛布をかけてあげるみたいなそう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 それですよ。でご飯は後で食べるかもしれないからラップをつけてそうそうそう、置いとくとそう頑張って頑張ってそこが10キロぐらい増えたか7キロですけどねで何キロなの増えてない言いませんよあれ昔教えてくれなかったいや教えてないですまあでもさその気持ちはさ正直に言うしかないよそういうふうに思ってるけどつってさずっとたもし結婚とかしちゃったらさですよ、ね、ずっと我慢していかない。なんか今までなんか思ったこと何でも言ってたけど、うん、なんか最近なんかどうしたの言いづらくなってきた。そう言いづらくなってきたんですよ。なんでなんか迎えに来てとかって普通に言ってたけどなんか迎えに来てっていうのもなんか言いにくい。そうどうしたの。やばいですよね、うん、なんかめっちゃ気使ってんじゃない今の相手とうまくいきたいなっていう、うん気持ちはありますよね。やっぱり今から別れるってなったらいろいろめんどくさいしめんどくさいねめんどくさい。もう住所変更とかしたし引っ越し住んでるし、うん、で別れるまででもないわけでしょ。うんまあだからこのまま今の人と落ち着くのが一番理想なんですよ。まあ他の人だったらまた他の人で違うこと出てくる。まあそうなんでしょうけどね、うんちょっとね耐えられない。優しいからさ甘えてるのかもしれないよ彼氏は。いや私そんな優しくないですもん。あそうだね。そうえなんだろうもうよくわからないんでやめましょうこの話。うんまあ、たくさんね彼女にオファーしたい人はいると思うんでこちらの方にお願いします。いい仕事何でもします。いや何でもしますか言わないのに。何でもしません
まず車通勤 OK でお願いします。そうですね、車は必要ですもんね、北海道。そうですね、あの家が地下鉄遠いんですよ。あ、そうなの。そうなんです。結構遠いんだ。はい。あ、それは車じゃないとなんで、ちょっと大変ですね。車じゃないと大変なので、うん、車通勤 OK なところで、あと土日祝日出ますので、あの土日祝日休みとかは NG で、はい。土日祝日がもう出たいってこと？はい。え、いいじゃん。だから平日休みたいんです、その分。あー、なるほどね。え、いいじゃん、いいじゃん。私火曜日休みたいので、はい。あの土日祝日休みですよっていうところはなしなんで。あ、ほうほう。あのお給料高いところで、お給料高ければ何でもしますんで。やめた方がいいよそれ、絶対危ない危ない。ちゃんと予約時間もぴったり来ますし、うん、そういうちゃんとしてるところが多々あります。はい、はい、すごくちゃんとしてます。僕はすごくあの送り出せるんじゃないかなっていう、はい、いい形で。美容系の仕事に興味があるので、どしどし応募待ってます。まあ、あの21歳の女の子が20歳で入ってきたんですけど、うん、もう独立させてもうやってるんですね。へー、まだほんとほやほやですけどね。そんな感じで。お客さん来るんですか？そうですね、一回入った人とかやっぱ来てくれます。彼女は運気はね、間違いなくいいと思うんで、会社の運気は上がると思うんですよね。そうなんですか。ただね、あの車の運転だけは。このタイミングでですね、毛先の方の色を見て、ちょっとギャルっぽい感じに見えちゃってた質感をお伝えしようと思いますんで、今日はちょっといらなそうなんで、このまま進めます。はい、失礼します。なめこのね、はい、なめこの数作り、なめこの数という、はい、あのアプリでして、はい、タイトル画面こちらになります。なめこの数、皆さんダウンロード。こちらから。まず名前が、はい、マカダミアさんです。マカダミアさん、はい。ナメキヨとかナメスケ、アジシオ、キスケ、キンタ、クロ、アーミン、誰がこの名前つけてるんですかね。確かに、確かに。運営さん教えてください。そうか、そういう、そういうことね。50歳の方でもできる。大丈夫なの？だって見ないですよね、絶対。50歳の方でも、うん、楽しんでいただける、アプリケーションになっております。ぜひ。あ、課金しなくても楽しめる。課金はしません、一切お金かかりません。よくあの通販とかの一切お金はかかりません。これ以上のお金は一切かかりません。はい。あ、それは素晴らしいですね。1円もかかりません。暇だからちょっと100均でシャボン玉買って時間を潰してみようとか、暇だからホットケーキ作って暇を潰してみようとか、何をするにもお金はかかります。ですが、絶対編集しねえぞ、このアプリはそのまま流すからね。このアプリはお金がかかりません。体を動かすこともなく時間を過ごせます。すごいね、アドリブそれ。すごい。家で考えてきました。すごい。そう考えたら携帯って最強ですね。みんなのお悩み相談したいと思うので、お悩みある方コメントしてください。どうやって答えるの？ライブ。きれいでしょ、うん、きれいでしょ。そんな重そうに押さないでください。昔は軽かったのにさ、あれって感じ。すごい重そうに押しますもんね。昔はあんなに軽々押してくれてたのに、力なくなっちゃって。もう前髪のラインを、これが前髪かな、徐々にね、ここから、サイドチェンジでつなげていきます。はい、いいですか。そしたらここを徐々に、うん、伸ばしていくっていう感じが、ちょっと狭くなったんで、うん、ちょっとここがこう長くしたりもできます。え、じゃあどう、こう
分けてこうやって避けとけばいいんですか。そうですね。で、ある程度伸びたらもっとつながってくるんで、うん、あ、こう行くなってくるってことですか。そうです、そうです。なるように今カットラインをちょっと整えました。なるほど、はい、はい、最後ダイバルタンでね、ちょっとヤスリがけをします。結構違うでしょ。こうなんかよきコントラストつきましたし、よき良いですね。なんとかいいですよね。うん、いい。こういうバームのやつつけると結構あの癖出てても収まるんで、結構こうつけとくと楽だと思います。何が楽なんですか。バサーってなんない。うーん、毛の量が少なく、オイルならつけてるんですけど、オイルじゃダメ。オイルでもオイルよりこっちの方がいいと思うんですね。どっちかって言ったらバームワックスって何ですか。ね、なんか天然のまあ、ワセリンみたいなものなんですけど。あ、ワセリンつければいいですか。ワセリンちょっと違うんですよ。ワセリンじゃなくて、なんか分かります、ここ見えますか。うん、見えます。そのあライン入ってるの分かります。で、これで巻いたら、うん、ああいう風になります。なるほど。雑誌のやつみたく、はいはい、まあ、ストレートにしてるんでね、うんうん、ちょっと分かりづらいですけど、うん、これがなりますね。